皆さん、こんにちは。今日のテーマは、もし事故に遭ったらです。普段から気をつけていると思いますが、あなたはもし事故に遭ったらどうしますか？また、事故に遭わないようにするにはどうしたらいいですか？あなたの家や会社の近くに交番がありませんか？交番にはおまわりさんがいますね。日本では何か事故があったとき、おまわりさんに話すといいでしょう。知っていますか？交番はトイレも貸してくれますよ。今日は事故に遭ったときについて話してみましょう。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、もし事故に遭ったらです。普段から気をつけていると思いますが、あなたはもし事故に遭ったらどうしますか？また、事故に遭わないようにするにはどうしたらいいですか？あなたの家や会社の近くに交番がありませんか？交番にはおまわりさんがいますね。日本では何か事故があったとき、おまわりさんに話すといいでしょう。知っていますか？交番はトイレも貸してくれますよ。今日は事故に遭ったときについて話してみましょう。びっくりした。所長さん、おはようございます。どうしましたか？交通事故ですよ。チャーさんは見ませんでしたか？このセンターの前で自動車と車の事故がありました。救急車が来ていたので怪我人が出たかもしれませんね。事故は本当に怖いですね。私も自転車に乗るときは本当に気をつけていますよ。日本は自転車で歩道を走ってもいいというルールですからね。チャーさんは日本で事故に遭ったことがありますか？いいえ、まだありませんね。帰国するまで絶対事故に遭わないようにしたいと思います。あなたは今までに事故に遭ったことがありますか？気をつけてくださいね。もし日本で事故にあったら、ベトナムにいるご両親が悲しみますからね。チャーさんは用心深いので大丈夫だと思いますが、日本語でもらい事故という言葉があります。それはどういう意味ですか？自分では十分気をつけていても事故にあってしまうことです。もし日本で事故にあったら、チャーさんはどうしますか？まず会社か組合の人にすぐ連絡をします。保険や怪我の治療など、私では判断ができませんからね。もし日本で事故に遭ったら、あなたはどうしますか？事故に遭わないよう気をつけたいですね。私の友人は2年前、ホーチミンへ旅行に行ったのですが、たった3日の間に2回も交通事故を見たと言っていました。
ベトナムではそんなに交通事故が多いんですか？残念ながら本当に多いんです。ベトナムでは1時間に1人が交通事故で死んでいるそうです。そんなに多いんですか？びっくりしました。ベトナムは日本と人口もそんなに変わりませんが、どうしてそんなに交通事故が多いんですか？これは港で会話を勉強している皆さんに聞いてみましょう。どうしてベトナムでは交通事故が多いんでしょうか？そういう理由なんですね。今日本にはたくさんのベトナム人が暮らしていますが、その中には残念ながら交通事故に遭ってしまう人もいると思います。ベトナム人の皆さんには楽しい思い出だけ持って帰国してほしいですね。自転車で転んだり少し怪我をするくらいならいいですが、大きな事故に遭うと会社の人たちにも迷惑をかけてしまいますからね。それではどうすれば事故に遭わないと思いますか？まずは交通ルールをよく理解して守ることです。どうすれば事故に遭わないと思いますか？いつも気をつけましょうね。その通りですね。まずは交通ルールを守らなければなりません。交通ルールを守っていれば、もし事故にあっても保険が使えるので、無駄なお金も使わずに済みますね。日本に来て最初の1ヶ月でいろいろな交通ルールやマナーを教えてもらいましたが、忘れてしまいました。日本の交通ルールやマナーを知っていますか？よく知っていますね。チャーさん、久しぶりですね。元気ですか？先輩、お帰りなさい。どうでした？ベトナム旅行。いやー、楽しかったですよ。でも、ホーチミンは本当に暑かったですよ。今はちょうど寒気なので、雨が全然降らなかったでしょう。何か美味しいものを食べましたか？チャーさんに教えてもらったフーティーを食べてきました。本当に美味しかったですよ。レストランで食べたのですが、面白かったことが2つあります。それって何ですか？一つは、一緒に行ったベトナム人の友人が箸やスプーンを拭いてから使っていたことと、ティッシュや絞った後のレモンをゴミ箱でなく床に捨てていたことです。なるほど。私は子供の頃から見ているので不思議ではありませんが、日本人から見ると面白いんですね。チャーさん、久しぶりですね。元気ですか？いやー、楽しかったですよ。でも、ホーチミンは本当に暑かったですよ。チャーさんに教えてもらったフーティーを食べてきました。本当に美味しかったですよ。レストランで食べたのですが、面白かったことが2つあります。
一つは一緒に行ったベトナム人の友人が箸やスプーンを拭いてから使っていたことと、ティッシュや絞った後のレモンをゴミ箱でなく床に捨てていたことです。先輩、お帰りなさい。どうでした？ベトナム旅行。今はちょうど寒気なので、雨が全然降らなかったでしょう。何かおいしいものを食べましたか？それって何ですか？なるほど。私は子どもの頃から見ているので不思議ではありませんが、日本人から見ると面白いんですね。